利口なメギツネの物語は、レオシュ・ヤナーチェク作曲の第7作目のオペラで、彼の代表作である。台本は、ルドルフ・ティエス・ノ・フリーデクの物語に基づき、作曲者自身が作成した。動物が、体制登場し、一見民話風あるいは童話風の外観であるが、その中に死と再生を繰り返す生命の不思議や、自然への感動、あるいは癒不の念が表現されている。 ヤナーチェクは自身の人生観が込められた第三幕の森版のエピローグを自分の葬儀で演奏するう生前に希望しており、その葬儀の際には実際に演奏が行われた。このオペラの原作はブルノの新聞リドベー・ノビニに掲載されたスタニスラフ・ロレクの絵にルドルフ・ティエス・ノフ・リーデックがキャプションをつけた絵物語であった。画家のロレクは ボヘミア南部の両場の番人助手をしていたこともあって、動物たちをよく知っており、生き生きとユーモラスな絵を描くことができた。ティエスノフリーデックはこの絵に死をつけるように依頼されたが、最初は乗り気でなかった。しかし、方言を使うことを思いつき、リー・シェニュ地方の方言を用いた三文で物語を書いた。作家は、 主人公を、機敏なメギツネと名付けたが、印刷の際に食事口が、早耳のメギツネと間違えてしまった。不思議なことに、これが修正されることなく主人公の名前となった。オペラのタイトルも直訳すると、早耳のメギツネの冒険となるが、一般に、利口なメギツネの物語で親しまれている。ずるいメギツネの役代も用いられ、稀に、メギツネを、 小ぎつねとする場合もある。早耳の目ぎつねの冒険は大変な評判になった。ヤナーチェク家の家政婦、マリー・スティスカローバも愛読者の一人であり、この物語でオペラを書くことを作曲家に勧めたのは、この家政婦だった。その時の様子を、彼女は回想録に書いている。1921年にこの物語が単行本になると、 これに基づいてヤナーチェクは台本を書いた。翌1922年2月10日の手紙で作曲を始めたことをカミラ・シュテスロバーに知らせている。作曲は1923年3月に完了した。完成の翌年1924年10月に改訂され、改訂直後の1924年11月6日、ブルノ劇場で、 フランティシェク・ノイマンの指揮により初演された。なお、日本での初演は1977年11月8日に大阪厚生年金会館にて行われた2機会、関西支部公演である。ヤナーチェクの故郷、フクバルディにある、利口なメギツネの物語の記念非常演時間は、第1幕30分、第2幕40分、第3幕35分。 契約1時間45分。第1幕、第2幕、第3幕このオペラには、ヤナーチェクが生涯描き続けた重要な2つのテーマが盛り込まれている。原作は、このオペラでは、第2幕にあたるビストローシュカの結婚で終わっている。ヤナーチェクは台本を作成する際に、様々な工夫をして、第3幕を書き足した。書き足された第3幕で演じられ、 語られるものこそ、ヤナーチェクが語りたかったことであり、それゆえに彼は、この第三幕第三場が、自分の葬儀で演奏されることを望んだのである。それは、東洋の輪廻思想にもつながり、現代のエコロジー思想にもつながる生命の再生、自然のサイクルということである。この生の演刊や昭和は観念上のものであるよりは、 ヤナーチェクの生活上の体験から監督されてきたものである。ヤナーチェクは彼の父が音楽を教えたパベル・クルジー・ジュコフスキーに音楽を学んだ。クルジー・ジュコフスキーが父・イジーと出会ったのも、ヤナーチェク自身が修道院でクルジー・ジュコフスキーに出会ったのも、少年が11歳の時であった。 また3歳の時に父親を亡くしたフィルクスニーニヤナーチェクは音楽を教えたが、自身は息子を2歳半で亡くしている。また、生命を語ることは生を語ることである。利口なメギツネの物語では随所に生を扱う箇所が見られる。第一幕、第二場で、犬のラパークが恋というものがわからないというと、ビストローシュカは、自分が見た小鳥の交尾を語る。 第二幕第四場のオスキツネズラトフシュビテイクとビストローシュカとの恋の駆け引きはこのオペラの見どころの一つであり濃厚な音楽がつけられている。巣穴に巨大なベッドを用意する露骨な演出で演じられたこともある。そして夜が明けて彼らの結婚式の場面となる。原作では この結婚式は、ごく簡単に語られているに過ぎないが、ヤナーチェクはこれを拡大し、祝祭的なクライマックスとした。この場面を描くことにより、第三幕で小ギツを登場させることが可能となったのである。そして第三幕第三場で、森バンは、結婚式の翌日に、森でニーズマと寝転んだと歌い、成功渉を暗示する。 森は命を育む場所であり、老いた身を再生させる場所なのである。この歌を歌うために、森版の役割は原作に比べ、はるかに重要なものとなっている。モラビアの森を描く木は、ヤナーチェクの音楽語法、発話旋律、すなわち話し言葉の抑揚と音楽のメロディを一致させる手法は、オペラの持つ。 土俗的要素を強調する上で実に有効に機能しており、生き生きとした描写の成功に貢献している。第一幕、第二場でビストローシュカがメス鳥たちに向かって行う、オンドリからの解放を訴えるアジテーションは、実に興味深い。元来、抑圧からの解放は、ヤナーチェクの重要なモチーフであった。それは、利口なメギツネの物語の前作にあたるオペラ。 カーチャカバノバーのメインテーマでもあった。結婚を高速と捉えることは、例えば本作の第二幕でビストローシュカが、ずらと不ュビテイクと巣穴に入ると、巣穴の前で、トンボがダンスを踊る場面に現れている。実は、第一幕でビストローシュカが森盤に捕まった時にも、やはりトンボが踊っていた。これはヤナーチェクにとって、結婚はすなわち囚われの身になることなのだという。 意味付けを象徴している。ズラトフ守備テイクと出会う前の第二幕では、森井版の射撃からも逃げ寄せた機敏なビストローシュカも、囚われの身となった第3幕では、夫と子供のために行商人の銃弾を受け、殺されてしまうのである。夫や、今回の都合で抑圧され、命を奪われる女性というテーマは、この時期のヤナーチェクを強く支配していた。 この背後には、若い人妻カミラシュテスロバーへの強烈な死母があった。彼女の結婚が不幸なものであるというフィクションが彼の片思いを支えていた。しかし実際には、カミラの結婚生活は幸福なものであって、25歳の陽気で懸命な、この女性は、38歳も年上のヤナーチェクに対して、年長の友人に対する節度ある態度で接していた。 夫の支配から自由になれという訴えに対して、メス鳥が耳を貸さなかったという物語は、滑稽で深刻な意味を持っている。このオペラは、はじめ聴衆の困惑に迎えられた。結婚のハッピーエンドで終わる原作を知っていて、陽気な、早耳の狐の冒険を期待する聴衆が、生命の再生を語るオペラに戸惑うのは当然である。 マックス・ブロートは聴衆に受け入れられやすいものにするため、テキストを改定することを提案した。その結果、森版の妻と、フクロウ、司祭と、アナグマ、校長と顔、それぞれ一人に役で演じることにより、人間と動物たちとの距離を縮め、その対比を分かりやすいものにするというプランが提示された。このプランには、賛否両論があり、強い嫌悪感を示す批評も、 ある一方、現在でもこのプランを取り入れた演出が行われる場合がある。2機会は、関西支部の日本初演に続き、翌1978年11月28日に、東京日成劇場において、こちらも役史で演じている。また舞台初演の16年前の1961年3月10日に、バーツラフスメターチェク式による、東京公共楽団の、 第113回定期演奏会で利口なメギツネの物語組曲が初演されている。ありがとうございます。